ズも、3部構成で、試合の方を、開催していきます。出場選手も、多数参加してくれましたので、熱い戦いを、期待しています。コロナについて、いろんな情報も、飛び交って、今後の、対策対応等を、しっかりしてきてると思ってますので、今後スタンドアップも、どんどん開催ができるように、頑張っていきたいと思います。選手、小学生、中学生が、メインで出場しましたけど、やはり小学生から、すごくレベルが上がった、技術、テクニックがある試合が、どんどん開催されたと思っています。かっこいいメダルを、作ったので、それがやっぱり選手の励みになるように、いい試合をした選手に送ってあげるということで、さらに頑張ってもらいたいなという気持ちですね。相手もめっちゃ強くて、結構バチバチできまして、すごくいい試合になったと思います。